ジョバンニバッティスタ・ブオナミンテは、イタリアの作曲家、バイオリニスト、マントバ出身。フランシスコ界の聖職者で、1622年頃にマントバを支配していたゴンザーガ家の宮廷に仕えた。この時期に、サラモーネロ氏とクラウディオ・モンテ・ベルディの影響を受けた。1626年から1630年まで、 ウィーンにある新聖ローマ皇帝の宮廷礼拝堂の室内落奏者、作曲家を務め、1627年にプラハで行われたフェルディナント三世のボヘミア王大冠式にも参加している。1632年から1年間、パルマのサンタマリアデッラステッカータ教会でバイオリニストとして活動した後、1633年から、 死去するまで足地のサンフランチェスコ制度で学長を務めた。ウィーンにベネツィア学派の音楽を紹介する役割を果たしたといえ、また大胆なテクニックを用いたバイオリニストと評価されている。160曲近く作曲した宗教曲は全て散逸してしまい、器学曲しか現存していない。レ・ミューズ・デ・アゴス・ティーニ・ノヴァーラ1964 Vol.2 486ありがとうございます。